になりましたので、本日は、先頃15年間お勤めになられた国際司法裁判所から帰国されて、退任された、日本を代表する国際外交官としてすでに皆様よくご存知の小和田久志さんに、来ていただきました。たまたま小和田さんはおととい9月18日に誕生日を迎えられて、86歳になられたということで、まだまだお若いということで、今日は皆さんに、15年間オランダハーグで国際司法裁判所の判事及び所長も務められて、その間印象深かったことや国際裁判所の今の司法裁判所の在り方、あるいはまあ日本との関わり等お話しできる範囲でですね、国際司法裁判所に行かれた経緯なども含めてお話をしていただきたいと思います。小和田さんの経歴はもう皆さんすでにご存知だと思いますけれど、アメリカ、旧ソ連、フランスにも一時おいでになりまして、大体主な先進国に外交官として赴任をされて、その後外務省外務次官、国連大使等を歴任されて今日に至っております。最初40分程度小和田さんの方から、どうも私たちは小和田大使というような呼び方に慣れているものですから、大使の方からお話をいただいて、その後会場からの質疑という形で進めたいと思います。申し遅れましたが、私本日の司会進行を務めさせていただきます当クラブ企画員のテレビ朝日の川村でございます。それでは大使、よろしいでしょうか。はい、皆様こんにちは。今日は今川村さんからご紹介がありましたように、先日ハーグの国際司法裁判所裁判官の職を辞して帰ってまいりましたので、まあ裁判官の職を辞してということで記者会見をやってくれというお話がありましてお引き受けしたんですが、国際司法裁判所の裁判官の職を辞してって言って、関心のある記者の方はほとんどおられないんじゃないかと思って参りましたら、思ったよりたくさん来ておられるので、ちょっとびっくりいたしましたが、いずれにしても私の判断では裁判所のテクニカルの話に関心のおありの方は非常に少ないんだろうと思いますので、まあ、そういう方がおられればいくらでも詳しいお話は1時間でも2時間でもできますけれども、まあ、あんまりそういうことではなくて、皆さんがおそらく関心がおありになるようなことを中心にお話を申し上げたいと思います。そもそも一番最初に申し上げなきゃいけないのは、私はなぜ国際司法裁判所などというところに裁判官として行くことになったのかという疑問を皆さん大変たくさんお持ちだと思います。戦後国際司法裁判所の裁判官を日本から務められたの、ちなみに私裁判官と申しますが、通常私に対する呼びかけは判事ということなんですが、どうも重機を引いてみると判事というのは特定の職業を指す名称のようで、裁判官がみんな判事なわけでもなければ判事がみんな裁判官なわけでもない。だから判事という俗称は私別に拒否するわけではありませんけれども、名刺には裁判官としてありますのはやっぱり裁判官という名前の方が正しいんだろうという気がしますので、私もそれに倣ってそういうふうに使わせていただきますので、その点はちょっとご了承いただきたいと思います。戦後に日本が国際連合に復帰したのが1958年で、それから国際司法裁判所に国際連合に入りますと、今は国際司法裁判所の当事国、規定の当事国になるわけですが、日本人で今まで裁判官を務められた方は私が3人目であります。一番最初初代に裁判官になられたのは、当時最高裁の長官を辞任された直後の田中幸太郎裁判官でありまして、田中幸太郎さんは日本の最高裁判所長官を辞められる翌年に選ばれて国際司法裁判所の裁判官になって9年間務められた。でその後は
まだお元気ですが、まあ、ご存命ですが、東北大学の国際法の教授をしておられた小田茂さんで、これが3期27年やられて、で私がその3人目ということになるわけであります。でこのポストは実は日本のポストではもちろんないんで、裁判官は全世界から選ばれる、その異なった法体系、異なった文明というものを代表する世界から選ばれる15人の裁判官からなると。ですからその15名というのは一つの国から2人出てはいけないという規則以外は何も規則がないので、もちろんその要件はございますよ。その国で、その国の最高の裁判官の職を務めるに至る見識と人格等を持った人間でなければならないというような条件はございますけれども、それ以外の決まりはないわけですが、15人ということですから、それに対して190余りの国々が裁判官を送り込む、その指名をする権利を持っている。でそれが国連総会と国連安全保障理事会の同時に行われる選挙、同時にしかしお互いに相談をしないで、それぞれ別個に選挙を行って双方で過半数を取った。過半数というのは絶対過半数でありますが、その出席したのの過半数ではなくて、過半数を取った両方で取らなければ当選しないということで、去年のその選挙は3年に1回ずつあるわけです。というのは全部で15人おりますので、5人ずつ3年ごとに交代していくと、交代しなくて再選ということもありますけれども、選挙が行われてその選挙を受けなければならないということになっておりますから、そういうことで申しますと、その5人が安保理でも過半数を取り、総会でも過半数を取る。でそれがお互いに両機関は相談しないでやるということですから、それがなかなか一致しない。安保理で過半数は取ったけれども総会では過半数が取れなかったとか、総会で過半数を取ったけれども安保理では過半数が取れなかったということもしばしば起きるわけで、現に昨年の3年ごとの通常選挙というのは3年ごとにその5人が信任ないしは再選される選挙でありますが、その選挙ではアジアの席をめぐりまして、インドとレバノンが争って、インドの裁判官、国で本来言っちゃいけないんで、国を代表しているわけでは全くありませんので、国からは全くインディペンデントな個人の執権と能力に応じていい人を選ぶというのが趣旨でありますから、国とは関係ないんですが、いずれにしてもインド人である裁判官とレバノン人である候補とが争って、結果的にはインドもレバノンも入ってしまって、イギリスの今まで裁判官だったこれ有名な国際法学者ですが、その人が弾き出されるというような、こう番狂わせも起きるというようなことは非常にしばしばあるわけであります。でそういうところですが、まあ、国際司法裁判所は後でちょっと申し上げますように、主権国家の間の国家間の紛争を平和的手段で戦争や武力に訴えたり、国の力、例えば最近で言えばアメリカの大統領が国の力によっていろんな交渉をやろう、バイラテラルでやろうとしているというような意味における国の力によってバイラテラルで物事を解決するということではなくて、法によって、国際法というのは国際法でありますが、国際法によってどちらが正しいかということを決めて紛争を平和的に解決すると、それを国際裁判という形で行うということで、できた機関でありますから、したがって、そういう機関が非常に、みんなから尊敬され尊重されて、国際紛争を平和的に解決するということをみんなが守るようになってくれば、今日世界が抱えているようなこのいろんな紛争、今世界が抱えている紛争というのはその逆の状況というのが今非常に出てきているわけですけれども、そういうものに対する抑止力として非常に大きな役割を果たしうるという意味で、潜在的には大変大きな権能を持った機関であるわけであります。でありますから、国際法ないしは国際秩序、あるいは国際の平和というようなものを
望みかつそれに対して何かで自分が役割を果たしたいと思う人間にとってみれば、国際司法裁判所の裁判官になるというのは非常に重要なことであるし、またその人にとって大変大きな名誉であるということにもなるわけであります。で、そういうことを背景にしてちょっと私のことを自己紹介を兼ねてちょっとご紹介申し上げたいと思いますが、私はハグに今河村さんからお話がありましたように15年間滞在いたしまして、15年の任期を経て、任期はまだ18年ですからあと3年残ってるわけですが、3年を残して、今年の夏で辞めて帰ってきたわけでありますが、その15年間を置いて帰ってきて、やれやれここでいわば第3の人生と申しますか、外務省の生活、それから外務省を退官してからの早稲田大学教授としての5年間それから3番目にサハグの15年間ということで、いわば第2第3の人生の3番目の人生が終わったと、日本の 俗世間的な言い方で言えばそういうことになるわけでありますけれども、私の気分としては実はそういう気分では全くないのであります。実は私が帰ってきたときに、私の大変親しい著名な皆さんをよく名前を言えばよくご存知のジャーナリストの方が私に向かって、長い間のアサイラムの生活をご苦労様でしたということを言われたんですね。で、アサイラムっていうのは日本語で訳せば流罪に配慮されて、離れ小島で生活を送るというようなことになるんだろうと思います。日本的に言えば、私の気分としてはそれは全くそうではなくて、私はむしろこれが私の人生にとっての最後の総仕上げの15年であったというふうに思って、本当にそう思っているわけです。だから皆さんがそういうふうにご覧になるかどうかは別として、私にとってみれば15年間の総決算ではなくて、60年ないしは65年にわたる私の国際法あるいは国際社会の平和とか秩序とかいうものに対する私の思いを65年間追求し続けた、その私の第一の人生のいわば総決算と申しますか、それの終着点であるというのが私自身の今の気持ちであります。ですからましてやその流罪などという気分は私は今のところ全くないのでありますが、それはおっしゃった方の気持ちはよくわかりますし、外から見ては確かにそう見えるんだろうなと思いますが、私は国際司法裁判所に行ってくれないかという話が日本政府からあったときに2つ返事で喜んでお引き受けをしたわけであります。それはなぜかといえばそういうことが背景にあるからであります。で、皆さんの中に多分誤解をしておられる方がたくさんおられると思いますし、先ほど河村さんはじめ、私の友人のジャーナリストの皆さんとお話していたら、あるいは今の河村さんのお発言の中にもそういうニュアンスが感じられましたが、私は外務省の中で非常に日の当たる場所を歩いてきた人間のように思われている方がおられるかもしれませんが、私は日の当たらないところを歩いてきたとは申しませんけれども、肩書きだけ見てそういうふうにお考えになるのは非常に間違いでありまして、例えば私はワシントンに中米在米大使館に勤務したことも一回もありません。イギリスで4年間勉強はいたしましたけれども在英大使館で勤務したことも一回もありません。在仏大使館も勤務したことはない。在北京大使館も勤務したことはない。モスクワだけが全く別な理由から2度勤務いたしましたが、五大国の P5 にあたる国で私が勤務したことがあるのはモスクワだけで、これも冷戦時代の非常にひどい生活のところを2度行ってくれと言われて行ったというのがありますけれども、後の在勤といえば国連代表部に2度勤務したこと、それからパリの OECD 代表部で1年間ほど OECD の代表をしたこと、それだけであります。確かに肩書きだけご覧になるとさっき河村さんがご紹介したようなことになるんだろうし、それから外務省の官房長をやり、外務審議官をやり、事務次官をやった人間が
主流を歩まなかったなどといえば皆さん何言ってんだということになるでしょうから、私はそういうことを申し上げるつもりはありませんけれども、私の気分としては、私は過去65年間国際社会における国際秩序というものは一体どうしたらいいか、あるいは国際秩序に日本が貢献するのはどういうことがやれるのかということを考えて65年の生活を送ってきたというのが私の実は率直な印象であります。これは皆さんちょっとびっくりされるかもしれませんが、そもそもの発端からしてそうなのであります。発端というのは何かと申しますと、私が中学校に入った中学の1年生の時に太平洋戦争が終わりまして、日本が戦いに敗れたわけであります。でそれは中学1年生の私、それまで愛国少年として小学校で教育をされてきた子どもにとっては大変大きなショックでありましたし、これから日本はどうするんだろうかということがその時以来私の頭の中に非常に大きな問題として残った。で私が大学に入りました翌年にサンフランシスコ平和条約、1951年のサンフランシスコ平和条約が締結されたわけであります。で昭和26年ということでありますから、私の大学の1年生の時でありますが、これが日本を国際社会に復帰させるとともに、しかしこれからの日本は国際社会の中でどういう役割を果たしていったらいいのか、やはり戦争の結果として日本に対するこの疑念懸念というようなものがまだ世界に充満している時代でありましたから、その中で日本が果たす役割は何かということは、私の学校生活を通じ、特に大学生活の間、私の中で一番大きな問題意識であったし、またそれがあって私は今日の職業を選んだということもあるわけであります。でありますから、そこでまあ私なりに出した結論は、やはりこの国際社会における国際法の秩序、国際社会の秩序、国際法による秩序というものをいかにして守っていくかということが 大切であって、太平洋戦争に日本が巻き込まれたというものも、そういうものに対する日本の決意というものが必ずしも十分ではなかったということが背景にある。でそういうことが二度とないようにするにはどうしたらいいかということが私にとっては一番大きな問題であり、今日に至るまでその意識は続いているわけであります。ですから実は65年と申しましたが、私は外務省は1959年に働き始めまして、これはハーバードケンブリッジ大学で4年間の大学院生活を終えて帰ってきて働き出したわけですから、1959年、で国連大使を引退し辞めて外務省の外交の仕事から手を切ったのが離れたのが1998年でありますから、ちょうど40年間、それから早稲田大学の教授として5年間おりまして、それからその後裁判所に行って15年ということで、それを合わせれば、まあ、その65年になるわけですが、その間私 の人生っていうものを大きく分けて3つの分野に分かれると思うんですね。一つは外務省にいて国際法の実践を中心とした外交活動というものというのは、私は外務省におりましたけれども、実は地域局に勤務したことは一回もない。それから経済局に勤務したこともありませんし、経済協力局に勤務したこともない、大体は今日で言えば国際法局、昔風で言えば条約局の中で仕事をすることが多くて、あとは国連局の政治課長というポストを3年ほどやりましたが、これもまあいわば条約局の延長みたいなものであります。それからあとは外務大臣秘書官と総理大臣秘書官を、これこそ文字通り図らずも拝命いたしまして、実は私の柄に合わないことをやりましたが、やったわけですが、まあ、そういうような非常に偏ったキャリアであって、外務省の中に主催でその主流のコースを歩んでいる人たちのコースと私のコースは、実は皆さんご覧になって調べてみればすぐ分かりますが、かなりかけ離れているわけであります。で外務省に40年おりましたけれども、それとダブった形で東京大学でイギリスから帰ってきてすぐ非常勤の形でありますが教え始めて、それをほとんど30年間続けました。東京大学での30年間、それからハーバード大学に2年間行って
教授として教え、それから国連大使の時の兼任でありますけれども、コロンビア大学で4年間、ニューヨーク大学で4年間、それから帰ってきて、さっきも申し上げたように早稲田大学で5年間というようなことで、これも合わせると40年延べにすれば40年間ぐらいの間アカデミックの分野で仕事をしてきたと。それから最後は現職の裁判官として、国際紛争の裁判による解決というものを実地に、それに携わるというのが15年間でありますから、大きく分けて外交の仕事に従事したのが40年、アカデミックの仕事に従事したのがダブりますけれども40年間、それから裁判という司法の世界に身を置いたのが15年間、まあ、大きく言えばその3つでありますが、その3つは実は第一の人生が終わったから第二の人生に移った、第二の人生が終わったから第三の人生に移ったというのではなくて、むしろそういうものを通じて私の頭の中にあった問題意識は常に一つであって、国際社会におけるその国際秩序というものを維持するために何ができるのか、何をしなければならないのか、その中で日本が果たす役割というのは一体何であるのかということをまあ考え、かつそれを自分なりの置かれた分野において実践してくるという形で65年が過ぎたと。ですから今65年を顧みて、40年を顧みてではなくて、あるいは15年を顧みてではなくて、その65年を顧みて自分の人生っていうのは何であったのかということを今度帰ってきて非常にまあいろいろと考えているというのが、まあ私の率直な印象であります。まあそんなわけでありますから、そういう背景からすれば国際司法裁判所の裁判官に推したいという話がありましたときには、私は嫌々ながら言ったのではなくて喜んで引き受けていったということであります。じゃあ国際司法裁判所では一体どういうことが起きているのかと申しますと、国際司法裁判所はもともとできたのは裁判所として発足したのは1920年なんです。これ国際連盟の時代であります。でその元になっているのは1899年にオランダで、オランダのハーグで、当時のオランダの国王であったウィルヘルミナ女王という女帝でありますが、とそれからその人のいとこであったロシアの、ロシアソ連革命で殺されたニコラス2世、この2人はいとこだったんですが、このニコラス2世とウィルヘルミナ女王が相談をして、世界に、まあ、当時も同じことでありますけれども非常にこの武力紛争が絶えないと。で、まあ、ロト戦争があったり、クリミア戦争があったり、仏戦争があったり、まあ、いろんな事件がヨーロッパを中心として、紛争が絶えない。でこういうものを強い国が武力によって解決するというのではなくて、法によって解決すると、国際法に従って解決するという国内における紛争解決と同じ手続きを国際社会に導入すべきであるということを相談し、またそういう気分が国際社会の中に盛り上がってきたことを背景にして、第一次平和会議、ハーグ平和会議というのが1899年に開かれるわけであります。第二次、その第二回の会議が1907年にハーグで開かれて、その次の会議が1914年に第三回平和会議というのがハーグで開かれることになっていたんですが、残念なことに第一次大戦が勃発しちゃったために、その第三回の会議は開かれないで終わったんですが、第一次の会議と第二次の会議というのは非常に成功に終わって、でその結果そういう裁判をするための裁判所を作ろうということが決まった。その結果できたのが1920年から発足する国際常設国際司法裁判所、パーマネントコートオブインターナショナルジャスティスと呼ばれるものである。でそれが1945年まで続きまして、それが国際連合が成立するとともに、国際連合に吸収されて国連の総会、安保理事会、信託統治理事会、経済社会理事会というような主要機関と並んで、国際司法裁判所が国連の主要機関の一つとして、国連の中に組み込まれたわけであります。で、そういう状態が今日も続いているというのが背景であります。でありますから、我々は今実は国際連合の
主要機関の一つであり、国際連合が持っている唯一の司法機関であるというふうに考えていただいていいわけであります。まあ、国際機関と国家とは同じではありませんから、単純なアナロジーはできませんけれども、例えて言えば総会が国会に相当し、立法府に相当し、安全保障理事会が政府、行政府に相当するような機能をいくらか果たしている。それに対して国家機構で言えば、司法府に当たるのが国際司法裁判所であるというふうにご理解いただくのがおそらく一番わかりやすいやだと思います。ただ、くどいようですが、国際機構というのは世界政府ができているわけではありませんから、三権分立の制度が確立しているわけでもなければ、それぞれが果たしている機能も国内の立法府、行政府、司法府と同じような機能を果たしているわけではありませんから、単純なアナロジーは危険でありますけれども、わかりやすく理解していただくとすればそういうことが言えるかと思います。で、そういうことでありますから、国家間の紛争というのは、国家がいつでも裁判所へ持ってきてこれを裁判で決めてくださいと言えば、常に裁判所はそれに応じて機能を果たすと、こういうことになるわけであります。で、具体的な数字で申し上げればですね、ちょっとこれ念のために間違えていけないんで調べてきたんですが、1945年に国際司法裁判所が国連の機関として発足してから出した判決が131、それから勧告的意見といって国連の機関、例えば安保理だとか総会が判決、国と国との争いによる判決ではなくて、しかし国と国とが出しても構わない同じような問題を国連が裁判所としては、これは法律的にどういうふうに見るのか教えてくださいということで意見を求めてくることがありますが、それが勧告的意見、アドバイザリーオピニオンと呼ばれるものですが、それが26件、それからそれに付随して出される、例えば仮処分申請に対する決定だとか、あるいはそのいろんな種類の命令がありますが、そういうものが555件と、このぐらいの数で相当な数に上るわけであります。で、これはPCIJ、国際連盟はもちろん30年しか、1918年から39年までですから、20年余りしかありませんでしたが、それに比べれば判決の数で言えば圧倒的に多くなってますし、今はその数がどんどん増えております。これは70年かかって131件ということでありますから、判決ではですね。ということは、まあ、平均して、1年2件ぐらいになるんですか、70年かかって131というのは。しかし私が所長をしておりました2009年から2012年という3年間を取ってみますと、判決だけでその3年間で8件、勧告的意見が2件、命令が28件ということで、かなり当時全体の平均から比べればかなり多くなっているということはお分かりいただけると思います。で、今でもですね、継続中の事件、つまり裁判にしてくださいということで当事者が持ち込んだ事件が20件裁判所の判決を待っているという状況にありますので、決して暇なところではない。これなかなか分かっていただけないんですが、例えば最高裁判所にかかっている事件はいくつあるか私は知りませんけども、何百件という数は来るんだと思うんですね。上告すれば最高裁判所には行くわけですから、というのは三審制度を取ってますから。ところが国際司法裁判所というのは、そういう今申し上げたような地位にもかかわらず、世界で一つしかない裁判所なんです。国際裁判所としては、もちろん他に海洋裁判所だとか、あるいは個人の国際犯罪を処罰するための国際刑事裁判所だとか、あるいは特殊な問題だけを取り扱うユーゴスラビアの国際裁判所だとか、レバノンの国際裁判所だとか、カンボジアの国際裁判所であるとか、そういう特殊な別なものはありますけれども、あるいは WTO の紛争解決のためのアペレートパネルとか、そういうものはありますけれども、一般的な管轄権を、裁判権を持ち、どんな事件でも当事者が持ってくれば引き受けるというような、国内の裁判所に匹敵するような役割を果たす裁判所というのは、世界で国際司法裁判所しかないわけでありますから、そういう意味で言えば、この判決の数というのは実は決して少ない数ではないということをお分かりいただけると思います。ちなみにもう一つ分かっていただきたいのはですね、
国内と違って三審制度ではないし二審制度すらなくて、国際司法裁判所は第一審裁判所であると同時に最終審なんですね。でそこで出された判決は最終的なものであり、当事者を拘束し当事者はそれを守らなければならないという義務が国連憲章によって課されているわけです。ですからその意味では責任は非常に重いし、国内の裁判所ですと例えば事実認定の問題というのは大体第一審の裁判所がやって、で第二審の高裁あるいは最高裁になって事実認定をもう一度やり直すということはまず基本的にはない。ですからあとは法の適用解釈適用が適切であるかどうかということを審査するのが上級審の役目になってくるわけでありますが、国際司法裁判所の場合はそうではなくて第一審の裁判所であると同時に最終審であるという役割を担っておりますので、裁判官に課される責任とそれから事務量の負担する事務量というのはものすごく多くなるわけであります。あとでちょっといろいろ申し上げますけれども、いろんな事件について例えば日豪捕鯨事件というものを取ってみれば、これは豪州が日本を訴えた事件でありますが、そういうものについては例えば日本のジャルパ1とかジャルパ2というものはどういうもので、具体的にどんなことをやって日本はどういう姿勢を取り、豪州はそれに対してどういう立場を取り、単に立場法的な立場だけではなく事実問題としてどのくらい取ったのか、それがリーズナブルなのかリーズナブルでないのかというようなことを含めて、全部その事実認定の問題を含めて裁判官15人が自分で書類を読んで当事者の言い分を聞いてそれで決めていかなきゃならない、こういうことになるわけであります。もっと複雑な問題で言えば、後でちょっと申し上げますけれども、ジェノサイド事件というのがありまして、ボスニア・ヘルツゴビナが当時のセルビア・モンテネグロを訴えた。でセルビア・モンテネグロがユーゴスラビアの紛争の時にジェノサイドでボスニア・ヘルツェゴビナの人たちを虐殺したということでジェノサイド条約違反で訴えた事件でありますが、これなどはですね、本当にどこでどういうことが起きて何人ぐらい殺されてその殺され方がどうであったのかというようなことまで全部裁判官として事実認定を加えて、どっちの言っていることが正しいのかということを決めていかなきゃならない。ですからそういう事実認定、第一審の裁判所であるがゆえにやらなければならない事実認定の難しさ複雑さというようなものと、それから最終審ってその法解釈はそれで当事者を拘束しその後の 判例法となってその後の判決を拘束していくという意味における法的な認定の重要性というものは、今のジェノサイド事件などをお考えいただければいかに難しい問題であるかということをお分かりいただけると思います。逆に言えばそういう難しい問題を国際司法裁判所が処理するということによって平和が守られると、まあ、現にボスニア・ヘルツェゴビナもセルビアもその判決を今まで今日まで維持してきているわけでありますが、そういうことから言えばたとえ問題はそれほど大きな問題では仮にないにしてもですね、それによって世界の平和が保たれているということは、例えばシリアの現に起きていることだとか、あるいは中東で起きているいろんな事件を考えてみると、国際司法裁判所がいかに重要な役割を果たしているか、まあ、これをあまり過大評価してはいけませんけれども、非常に国際秩序を維持する上で果たす役割というものが、モディストではあるにしても非常に重要な役割を果たす機関であるということを皆様に改めて認識いただけるであろうというふうに思うのであります。で、時間の関係もありますので、じゃあどんな事件がかかってどんなことをやったのかということを、ただ私が所長していた時の事件に即してちょっと簡単に、いちいち詳しいことは申し上げませんけれども、申し上げればですね、最近の傾向としてやはり昔と違って、さっきもお話したような、領土確定の紛争だとか、領域確定の紛争だとか、あるいは、その国に住む外国人を、に対して国際法上保障されている待遇を与えなかったという外交的保護権の行使に関するというようなものが、昔の PCIJ 国際連盟時代の常設国際司法裁判所にかかった事件というのは基本的にはそういう事件が非常に多かったわけでありますが、そういうものは依然としてありますけれども、そういうものの占める比率というのは非常に小さくなってきていると。でそれ以外にどんなことが多くなってくるかというと、例えば環境問題によって生ずる国家の責任の問題、例えば国境の川の汚染が
自分の国に被害を及ぼしたということに対する事件であると。それから人権保護の問題、人権保護も単なる外国人の庇護権というようなことではなくて、例えばそのグルジアにロシアが侵入したときに、これはロシア帝国が分かれてグルジアというのは独立した国になってからでありますが、その時にロシアがグルジアにおいて取った行動が人種差別撤廃条約の違反として国際法違反を構成するというような人権問題、あるいはドイツが戦争中にイタリアの国民に対して行った不法行為、これはご承知のように日独伊三国同盟ができていた頃には日独伊というのは同盟国だったわけでありますが、枢軸国としてイタリアは途中でご承知のようにムッソリーニがバドリオ政権によって置き換えられる。でバドリオ政権は直ちに連合国側に願いという言葉って一言よく分かりませんが、立場を変えて連合国側の一員になった。そこでドイツはイタリアを戦時占領いたしまして、イタリアにいた軍人とそれから労働者をドイツでみんな連れて行って、ドイツで強制労働に付したわけです。でその強制労働の結果、ドイツがその人たちに十分な保障を、ジュネーブ条約に基づく保障を支払っていなかったということで、イタリアの裁判所がこれを最高裁まで行って、ドイツはそれに対して支払う義務があったのにそれを払っていないということで、ドイツを相手取った訴訟にイタリア人の原告を勝訴にさせて、イタリア人のを原告とするイタリア国の対ドイツ請求というものをイタリアの勝訴にして、でそれのためにイタリアにあったドイツ国有財産を差し押さえたというような事件があって、ドイツはこれはイタリアの主権免除の侵害であると、国際法上の主権免除の原則の侵害であると言ってイタリアを訴えたというような事件、これなども元になっているのはやはり人権の侵害、特に戦争中の捕虜の待遇、あるいは労働者の待遇、まあ、例えば現に今日本と韓国との間で問題になっておりますような事件、それと同じような種類の事件でありますが、結論が同じだとか同じ答えだというようなことを申し上げているわけではありませんが、事柄の性格から言えば同じような種類の問題が起きている、そういうふうな事件、あるいは環境問題で言えばウルガイとアルゼンチンの間を流れているラプラタ川の上流であるウルガイ川という川の、ウルガイ川にウルガイがパルプ工場を作ったと。でそのパルプ工場の対岸にあるのがアルゼンチン側の海水浴場、海じゃないんですが川の浴場、スイミングエリアであって、そこの水が汚染されたという理由でアルゼンチンがウルガイを訴えたというような事件だとか、あるいはマケドニアというのはユーゴスラビアが解体してできた国の一つでありますが、マケドニアがマケドニアという国名にしたのはギリシャの主権を侵害するものだというのは、マケドニアというのはギリシャの昔のアレキサンダー大王の頃のギリシャの名前であって、それをマケドニアという国が自分の国名にするのはけしからんと言って、マケドニアが EU に加盟をしようとするのをギリシャが反対して、認めなかったということに対して、マケドニアがギリシャを訴えたというような事件、まあ、あらゆる種類の事件が起きているわけであります。ですからそういう意味で人権の問題、それから人権に関連する国際多数国間条約がたくさんできておりますが、さっき拷問条約の例を挙げました、人種差別撤廃条約の例を挙げましたが、拷問条約などもそういう多数国間条約でありますが、そういう多数国間条約の解釈適用という形で、実はその実質は個人の権利を保護するために訴えが提起されているという種類の事件が非常に多くなっております。アメリカとメキシコの間でも、アメリカで捕らえられたメキシコ人が、まあ、捕らえられたこと自体は凶悪犯罪をアメリカで犯したというので逮捕され、裁判にかけ国内裁判所にかけられたわけですが、実は外国人を自国の領域内で逮捕、拘禁したときには、そのことを直ちにその国の領事に通報しなきゃならないという義務が領事条約上あるわけであります。
ところがアメリカはそれをやらないでどんどん進めて裁判を進めてしまったと。その結果裁判弁護人もろくな弁護人がつかないで国選弁護人で、結局はあるいは司法取引みたいなものもやってくれなかったので、その人たちが死刑の判決を受けたと。で死刑の判決を受けたけれども、まだ執行されないでいる人が100人ほど残っていると、当時ですね。そういう人たちの50人の人たちはいつ執行されるかわからないという状況にあって、これはその条約違反であり人権の侵害だというようなことで、メキシコがアメリカを訴えた事件なんていうのは基本的には昔はとても起きなかったような事件であり、そういうものが非常に増えてきているというようなことで、事件の範囲というものが非常に広くなってきております。でそういうことを考えますと、国際司法裁判所が抱えている事件のあるいは重要性というものはますますこれから大きくなっていくだろうと考えられます。で結論として、じゃあ何が問題かと申しますと、大きな問題として2つあると思います。1つは両方の当事者が裁判所に持ってくると裁判ができるということを申しましたが、主権国家を相手とする裁判であるがために、国家間と違って、うちの隣人がけしからんことをしているからといって、私が相手を隣人を相手取って裁判所に持ち出すということは勝手にはできないわけであります。つまり主権国家間の合意というものが必要で、相手の国もよろしいと言って初めて裁判所に行くということになるわけであります。でフィリピンがこの事件を南シナ海の事件を中国相手取って国際司法裁判所に持っていかなかったのは、中国が分かりましたとじゃあ行きましょうと言って行かなかったということに原因があって、それは海洋法条約の解釈適用の問題として提起すればということは、主権の問題ではなくて、その結果フィリピンの海洋権益が侵害されているのは海洋法条約の違反だという形で、海洋法条約に基づくアービトレーション国際仲裁の仲裁裁定にかけられた。ですからあれはある意味本当の意味での国際裁判でもなければ、その出たものは判決ではなくて仲裁裁定という、英語で言えばアウォードというものであってジャジメントではないのでありますが、そういうふうな形になる、というようなことで、裁判所に当然強制管轄権というものが備わっていない。裁判一国が訴えれば相手は当然出ていかなければならないという裁判権が裁判所に与えられていないということが一つの大きな問題で、これは各国が裁判所の管轄権を受諾しますという宣言をすれば解決する問題でありますが、そういうことを各国がやりたがらないということで、全ての事件が裁判所に行くというわけにはいかないと。これをもっともっと活用していかなければならないというのが一つの大きな問題である。もう一つの問題は、事件がこういうふうに多岐にわたり多くなってきますと、今の裁判所で全部賄い切れるのかという問題があります。でこれは私がいる間でもどんどん事件の数が増えて、裁判官が非常に忙しくなってきて、まるで小学生のようにですね、金曜日に宿題を出されて月曜日にはテストをするみたいな、そういう感じの仕事をさせられることになって、週末は全部返上ということになるというような状況になってきているのであります。これを解決するのはなかなか難しくて、じゃあ裁判所の数を増やせばいいかというとそうはいかない。やっぱり裁判所が世界全体を代表する知性と良識の集団であるということが、裁判所の判決が守られている一つの大きな背景になっているのでありますから、数さえ増やせばいいというものではない。じゃあもう少し日本の裁判所のように部に分けて15人の裁判官が3人ずつ5つの部に分かれてやったらいいではないかというのも同じような問題があります。つまり15人が世界全体の文明体系を代表し、世界全体の主要な法体系を代表しているということが、みんなそういう人たちが集まってこういう判決になったんだから、これは受諾せざるを得ないということで、それが裁判所の判決の実効性というものを確保する非常に大きな背景になっているわけでありますから、それを例えばアフリカ同士の国の裁判をヨーロッパとアメリカの裁判官3人で作った裁判所が決めたら、アフリカの国はそれで結構ですというわけにはなかなか当然にはいかないというような問題が出てくるというようなことで、実はこの問題は解決は簡単ではありませんが、長期的な大きな問題として言えば、法による裁判、裁判による国際平和というものを確保するということが重要であるということがみんな分かっていても、それに到達するためのハードルというものがいろいろあると。
しかしそれを克服していかなければならない。で、克服する上で、これは裁判所の役割ではありませんけれども、裁判官は最善を尽くすけれども、国家がもう少しやっぱり自分自らそういう裁判所の管轄権を認めるような宣言を自分で出すとか、あるいは出さない国に対してそれを承用するとかいうようなことをやってもらうということが非常に重要であって、日本というような法によって、安倍総理ではありませんが、法の支配がこれからの世界の原則だというのであれば、各国アジアの国々に対してそういうものを受諾するように、もう少し日本がイニシアティブを取って進めていくというようなことをやってもらうというようなことが非常に重要になってくるのではないかというふうに考えるのであります。話をすればキリがありませんけれども、時間になると思いますので、この辺で終わりにして、あとはご質問があればお答えしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今のお話の中で、日本と国際司法裁判所の関係もある意味で興味を持った方もおられると思いますけど、質問をまず私の方から、司会者の方から 1,2 問だけちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いますけど、今大使がお触れになった捕鯨事件については、4年前に、裁定といいますか、判決が国際司法裁判所で、下されていて、日本の南極海における捕鯨、捕殺調査捕鯨を中止命令が出されていたと思いますけれども、現在話題になっている IWC 国際捕鯨委員会で、日本の提案がかなりの大差で否決されて、その背景には国際司法裁判所の中止命令をきちんと履行するということに関して、IWC での議論を深めないままに今再開してしまったということが批判を受けているわけですけれども、この点に関して今当時司法裁判所におられて、日本のその立場といいますか、今後脱退するかもしれないというようなことがあっていいのかどうかを含めてお話しいただければと思います。大変適切なご質問だと思いますし、当然出てくる質問だと思いましたけれども、2つだけお答えする前に申し上げなきゃいけないのは、現職の今まで現職の裁判官として関わった事件について、裁判官を辞めたからといって自由にコメントをしたり批判したりできるかというと、そういうわけではないのであります。裁判官は弁明せずという原則はどこの国でも存在しているわけで、国際司法裁判についても同様であります。ですから、そういう点から私のお答えできることは非常に限られているということをお分かりいただきたいということが一つ。もう一つは、日本政府が取った態度がどうであるかというようなことについて、私がその裁判に関わった人間として批判的なことを申し述べるのは適切ではないと思いますから、その点もお分かりいただきたいと思います。で、その上で申し上げればですね、裁判所の判決は確かに日本は敗訴したわけですが、敗訴したのは1946年の捕鯨条約第8条に基づいて、そのクジラを取るか取らないか、そのスペシャルパーミットを出すか出さないかというのは、その捕鯨国が決めることができる問題だということは第8条にはっきり書いてあるわけであります。その日本はだからそれは捕鯨国が自由にできるんだという、分かりやすく言ってしまえば捕鯨国が自由にできるんだということを基本的な主張としてしたわけでありますが、裁判所はその考え方は退けた。裁判規定で、捕鯨条約第8条に基づいて、捕鯨国がスペシャルパーミットを出すことは捕鯨国の国籍国の権利であるということは第8条は規定しているけれども、それは無制限の権利ではないんだと、あくまでもあれは科学的目的のために捕鯨をすることを許すというのであって、捕鯨の目的のためであるかどうかということは客観的な基準に従って、客観的にリーズナブルに解釈しなければならないと。で、その点で日本が取ること自体が条約上禁止されているわけではないから、それ自体が違法だという、オーストラリアの主張するような、そもそもクジラを取ること自体がけしからんといういわば感情論に基づいた議論というのは法律的には成り立たないということを裁判所は非常に明確にしたわけである。同時にしかし、日本が現にやっている計画、特にジャルパ2という新しく導入された800何頭かを取るという規則は、
それが本当にサイエンティフィックパーパスのためという目的に照らしてリーズナブルな範囲内であるかどうかというそのスタンダードオブキャッチの判断というものは客観的に行わなければならない。でその意味で日本はなぜ800層を取らなきゃいけないのか、どうしてそれより少なければいけないのかということについての何らの証拠も示していないと。で裁判所の判断によれば800を取らなければならない理由というものを日本は示していないのみならず、それは客観的にリーズナブルであるとは認め難いという理由で、その数値について、裁判所はダメだと。だから今出しているジャパトゥの許可証は全部取り消せなければならないということを決めたのであって、取っちゃいけないとか裁判日本にそういう許可証を出す権利がないということを言ったわけではないので、したがってその数字がリーズナブルなものであり、みんながそうだと認めるようなものであるならば、それ自体が裁判所の判決の違反になるわけではないのであります。で今度はその数を日本はかなり減らして出したようでありますから、それが裁判所の立場を満足するかどうかというのは、実は裁判にもう一回持ってってこれならどうですかということを聞いてみなきゃわからないわけですが、結論的に言えばそこはまだ未解決の問題として残っている。ただ私はその事件に対して反対意見を書いたんですが、反対意見は2つありまして、一つは1946年条約というのは当時の状況にあってクジラを取ることが一切いけないということを人道的あるいは環境保護的立場から決めたのではなくて、当時灯油のためにクジラを取るということは各国がやっていたわけでありますから、資源の保全ということが大目的であるけれども、それと並行して資源の有効利用ということを、その2つの目的をどう両立させるかというのが46年条約の目的であったんで、したがってオーストラリアが言っているようにして、裁判所がある程度認めたように、そのこの目的、この条約が基本的には資源の保護を目的とする条約であるという考え方は間違っているということが一つ。もう一つはいずれにしてもそれは第8条に基づく捕鯨国の権利というのが自由な権利ではなくて、それがアービトラリーに恣意的に行使されてはならないということは日本自身が裁判の途中で認めたわけでありますから、そうだとすればそれは客観的に決められなければならないんだけれども、第8条がそういう権利を国家に認めている以上は、それに対するそれがリーズナブルではないということを立証する、これは法律論でありますが、立証する責任はオーストラリア側にあるのであって、オーストラリア側がそれを立証しないで日本がそうだと言っている限りにおいては、裁判所としてはそれの内容に立ち入って本当にそれが客観的にリーズナブルかどうかということを科学者が、漁業関係の科学者が判断するように、自分自身でそれを判断する力も持っていないし、そういう権限も持っていないんではないかというのが、まあ私の反対意見の主たる理由であったわけでありますが、私はただその第一の点について言えば、日本があくまでもオーストラリアなりその他の反捕鯨国が世の中が変わったんだから、46年当時の解釈は今はもう適用はないんだという議論をオーストラリアしたわけでありますが、そういうことであるならば、それはやっぱり捕鯨条約の改正ということをやるべきである。条約というのはあくまでも国家の主権に基づく合意事項でありますから、改正してそれに対して従わない、それに従いたくない国はそれに入らないという方法が一番妥当な方法ではないかと私は思っていたし、今でもそう思っているわけであります。したがってそれが政治的に妥当かどうかは別として、日本が取るべき道というのは条約から脱退して条約に拘束されないという立場を取ることは自由なわけであります。でそうなれば別に条約違反だということは裁判所の判決に関わらず存在するわけで、例えばアイスランドだとかノルウェーは今どうだったか忘れましたが、アイスランドだとは脱退してそのままのわけであります。そういうふうな道というのは常に開かれているわけで、日本が本当に脱退するというならそれは一つの方法、脱退しないで裁判所の判決を恣意的に解釈をしてこうだだということを言うことは当事国にとって許されることではなくて、それは裁判所にこういうことならどうですかと言ってもう一度持っていくということは
オーストラリアなり、オーストラリアなり日本なりがやろうと思えばいくらでもできることでありますから。ただ800何十頭かを取るという日本のジャパ2の規制というものは、その数から言っても、それから規制のやり方、実施の仕方についても客観オブジェクティブリーリーズナブルだとは言えないという判断が裁判所にから下されている以上は、新しい数字はオブジェクティブリーリーズナブルであるということをきちっと証明するものでなければならないという判決の効力は依然として残っていると、そういうことだと思います。ありがとうございます。もう一問だけ、今かなり大きな問題にもなっています。この間のプーチン大統領が安倍総理に対して、年内にも日露平和条約を結ばないかという提案があったわけですけれども、大和田大使はずっとその旧ソ連の時からソ連の外交を見てきておられて、1956年の日ソ共同宣言において平和条約が結ばれたら歯舞色丹は日本に、旧ソ連の言い方ですと引き渡すというような、この共同宣言と、今のそのプーチン大統領との提案の関係で言いますと、その先ほどから出ている領土の帰属というのは、平和条約を結んだその時点で国境領土が決定するということでありますと、歯舞色丹は戻ってくるけど、それでこの平和条約における領土帰属問題は決着するというような見方があるんですけれども、ずっと旧ソ連からロシアを見てこられた大使の個人的なお考えでも結構ですから、今どういうふうに思われているかお聞かせくだされば幸いです。今現在どういう状況にあるかというのは申し上げるのでもありませんが、私はずっと裁判所にいたこともあり、それから今外務省の人間ではありませんので、書類を読んでるわけでは全くありませんし、どういう電報のやり取りが行われているのか、プーチンが本当に何を言ったのかというのは新聞を通じて知ってるわけでありだけでありますから、皆さんと同様、あるいは皆様以上に何も知らないというのが私の状況でありますから、それについて判断をすることは差し控えたいと思います、はい。ただ枠組みとして物事をどう考えるべきかということについて言えば、日本側の主張は1956年の日ソ共同宣言によって、2つのことが書いてあって、1つは歯舞色丹は日本に返すと、ただしその実際の引き渡し、ペレダーチという言葉、ロシア語で言えばそういう言葉を使ってあるわけです。実際の引き渡しは平和条約の締結を待って行うと、こういうことが書いてあるわけです。でそれが全てであるならば、今河村さんが言われたように平和条約が締結されればその2つは返ってくると、しかしそれ以外は返ってこないということになるわけでありますが、日本側の主張はさらに加えて、松本五郎文庫書簡というものがあって、この共同宣言が出る前提条件として、領土問題は継続審議にするということが書いてあると。だから共同宣言に書かれたその歯舞色丹をお返ししますというのは、その中の一部分についてすでに両者間に合意があることだけについて書いたのであって、それ以外の問題が未解決であり、松本五郎文庫書簡によってそれは今後の交渉によって決まることであり、それが平和条約の課題であるから、それを決めないで平和条約をとにかく結びましょうという主張は認めがたいというのが日本の主張であるとすれば、私はそうなのかどうか知りませんけれども、新聞しか読んでませんから、そうであるとすればそれはそれで理屈の成り立つあることだと思います。ただ松本五郎文庫書簡と56年の共同宣言の関係がどうなるのかというようなことについて言えば、それにはそれの議論があるでしょうから、そう簡単にそんなに話が済む話でもないだろうと思いますから、プーチンの条約性を結んじまえば、あとは両方で相談すればいいというのは、そのまま文字通り受け取るのはいかがなものかという気が私はいたします。ただ私は新聞しか読んでおりませんし、外交に携わっているわけではありませんから、これ以上私の私見を申し述べるのはちょっと差し控えた方がいいかと思います。ありがとうございました。それでは会場からこの機会にぜひ質問をしたいという方、
挙手の上、お願いしたいと思います。ご質問の前に申し上げますが、私はちょっと私の話が長すぎて皆さんご質問したいことがたくさんあって時間が足りないのであれば、私の方は20分や30分延ばすのは一向構いませんので、はい、どうぞ。ありがとうございます。それでは今、はい、どうぞ。じゃあ、自立心出身の個人会議は牧と申します。長い間オランダでご苦労様でございました。2年前にここで16年7月にですねお話をお聞きしまして、その時は領有権問題とかドゥテレテ大統領とか南シナ海の問題とか、なんか判決がね、あるいは仲裁裁判所でしたね、出た後だったからその話をねお聞きしたんですけども、まあその後の展開見ますと、習近平も、南シナ海、平和規範ルールを作ろうとか、あれはあれで効果があったんでしょうかね。あんまり紙くずみたいなもんだと中国は言ったりもしたんですけどね、その辺のところのご見解を一点、それからあと今北方領土もそうなんですけども、竹島とかそれから尖閣諸島とかですね、日本の周辺で領土問題が、まだまだ複雑化してますね。で2年前にここにいらした時に、国際裁判国際判といいますかね、そういうものに委ねるのも、なお選択肢の一つだというようにおっしゃった記憶もありまして、記事にも知らしたんですけどね、今でもその考えはお考えは変わりないんでしょうか。可能性があるでやっぱそれが一番、いいと、平和に法的に解決するという手段になると思うんですけども、その2点ちょっとご見解をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。答えやすい第2の方から先にお答えいたしますが、確かにこの前ご質問があった時にはそういうことを申し上げましたし、今日私がお話したことからお分かりの通り、私は国際紛争というものは平和的に解決しなければならないというのはまず大前提であって、それを平和的に解決しないで武力を持って過処理しようとするのはどっちがいいとか悪いとかいうことは別として、人々の不幸を招くし、人々に大変非常に惨禍を与える結果になるので、それは避けるべきだという私の考えには変わりはありません。例えばシリアの状況を見ていれば、アメリカの立場がいいのかロシアの立場がいいのか、その中で、シリア自体がどういうふうに行動しようとしているのかというようなことについてどうこう言うつもりはありませんけれども、結果的にその結果被害を受けるのは向こうの人々であって、そういう人たちに迷惑をかけないで問題を法に従って解決するという方法が一番いいという私の考え方には基本的に変わりはありません。それは今日お話したことからお分かりいただけると思います。でただその南シナ海の問題についてその後どうなったのかということについては第一のご質問ですが、それについては私は一体何が起きているのか全く分かりませんし、国家間で話し合いがついて両方が満足してこれでいいんだというならば、他の国が口出しをすることができる話ではない。もちろん他の国が自分自身の領有権を領有の主張を持っている、例えばベトナムが持っているとか、あるいはどっかの国が周りの周辺の国が持っているというようなことがあれば、フィリピンと中国の間で解決したからといってこの問題が解決するわけではないということはあると思いますが、フィリピンと中国に関する限り、それが正しいか間違っているかは別として、あるいはそれが正義にかなっているかどうかということは別として、両当事者がそれでいいということを国家間の合意としてそういうふうになるのであれば、それについて周りの国がとやかく言うわけにはいかないということは基本的にあると思います。それは国際社会の基本的なルールというものが国家間の合意に基づいて、そういう規則が決まっているという考え方から言えば、まあいいか悪いか、それが正義にかなっているかどうかというような道徳家的な判断は別として、それはそういうことだと納得するしかないと思います。ただ実際にそうなのかどうかということは非常に問題でありますし、例えばちょっと話が横にそれて恐縮ですが、皆さんご承知かもしれませんが、アメリカにロバート・ケーガンという農耕の学者がおりまして、その人が
ヒューワット・パラダイスだったかな、なんとかっていう本を書いたことがあります。ブッシュ時代ですが、その中で彼はですね、アメリカとヨーロッパは今立場が逆転したと。19世紀にはアメリカが弱くてヨーロッパは強かったから、アメリカは国際法、国際法ということを知りと言ったと。ヨーロッパは力が、自分たちに力があるから国際法ということを言わないで何でも武力で解決しようとしたと。ところが今やアメリカとヨーロッパは立場を逆転して、ヨーロッパは自分たちが弱くなったから国際法ということを仕切るというけれども、アメリカは強くなったんだから自分の主張を力で通そうとする傾向が出てくるのは当たり前の話だみたいなことを言ってるわけですが、それは私は基本的に間違ってると思います。それはむしろ国内社会を考えてもお分かりの通り、法の支配というのは力によって問題を解決するのではなくて、力が強いか弱いかに関わりなしに、法の前に全てのものが平等であって、法の定めるところに従って問題を解決するのが一番公正なやり方であると。それで国際裁判という制度が発展してきたわけですから、そういう問題についても自分が強いんだから自分の国がファーストだというようなやり方で物事を処理しようとするのは、基本的に今日の国際法秩序のあり方として私は間違っているというふうに思います。一般論として申し上げているんですが、ですからそういう意味から言えば、中国とフィリピンの間の紛争がここで収まったのかどうかというのは、私には事実関係が正確に分かりませんから、よく分かりませんけれども、双方が 国として、あるいは国を代表するその国の元首がそれでいいというのであれば、それで問題は解決するということですが、それが正義にかなった道であるかどうかということは別問題として残るということはあると思います。で、第二の問題にもう一度戻りますと、例えば日本について、尖閣竹島について言えば、日本はまさに同じような考え方に立って、韓国との間では日韓、正常化交渉の時に竹島問題を国際司法裁判所の国際裁判によって解決しようということを提案したわけですが、韓国は絶対嫌だと言ってそれを飲まなかったのである。で、それの尻尾みたい、尾蹄骨みたいなものとして残っているのが、あれに付属する紛争解決に関する交換公文というものであります。で、紛争解決に交換公文は何かというと、この条約で処理 しないで残っている問題については両国が調停によって問題を解決するように努力するということが書いてあるわけでありますが、そこには竹島という名前すら出てこない。したがって韓国はあの紛争解決条約、交換公文と竹島問題とは全く関係ないという立場をその後ずっと取ってきているわけでありますが、あれは日韓双方が合意して、これは竹島の問題だけれども、あんまり角を立たせないために竹島という名前は出さないと。しかしそのこの条約で解決していない問題については、紛争については調停によって解決するということが書いてあるんだから、竹島問題は当然それに入るというのが日本の考え、今日でも日本の考え方であろうと思いますし、で、調停というのも、日本が国際司法裁判所への付託ということを言ったのに対して韓国は絶対嫌だというので、最終的には、少なくとも調停の道だけは残しておこうということで調停で収まったという経緯がありますから、理屈から言えば、あるいは理想から言えば、これは国際裁判によって解決するのが一番いい方法だと私は思います。尖閣についても基本的な立場はその通りだと思います。たとえ尖閣が日本が主張するように日本の固有の領土であるとしても、それ自体は議論の余地があるかもしれませんが、そうであるとしてもそれは国際司法裁判所にて日本がそういう主張をすればいいのであって、国際裁判によって問題を解決するのが、両国間の問題を他の問題に波及しないような形で処理するというのが一番賢明な方法であるということは疑いを入れないと思います。この前の時に多分お話したと思うんですが、2年前にお話した時にお話したと思うんですが、マレーシアとシンガポールの間でシンガポール海峡の入り口にある島の帰属をめぐって、マレーシアとシンガポールがシンガポールの独立以来数十年間でしょうかね、渡って両国間の紛争の対象になってきたわけですが、シンガポールもマレーシアもいくら交渉してもこの問題の解決はできないということで、これを国際司法裁判所に付託しようということで両国間で合意ができて、で、両国がこれを裁判所に付託をしたわけです。で、裁判所はこの問題を取り上げて、結論を言えばこの島は
法律的な国際法の適用の結果として、これはシンガポールに属する島であってマレーシアに属する島ではないという判決を下して、マレーシアもシンガポールもそれを受諾したという経緯があったわけですが、これをその当事者であったシンガポール側の政府の、まあ、具体的に言えばジャヤクマール、当時のジャヤクマール外相ですが、本を書いて、これは長年にわたってシンガポールとマレーシアの間に存在した喉に刺さった骨のようなものであったけれども、こういう形で国際裁判によって解決したことによって両国間のわだかまりがなくなって、その結果両国間の国交関係というのは非常に正常に機能するようになったということを書いてますが、そういうふうな形で問題を解決することがこれからの国際秩序のあり方として当然のやり方であり、それが一番賢明な方法であるという私の考え方には基本的には変わりありません。問題はだからそういう状態をどうやって作るのかということで、その一つの方法は強制管轄権を各国が受諾するということであり、もう一つの方法は各国がより啓蒙的な立場に立って、そういうことでそれにこだわって両国間での正常な関係が発展しないのを放置するよりは、むしろそういう問題を裁判で解決することによって両国間のわだかまりをなくして、両国間の安定した関係というものを作っていく方が両国にとって賢明であるという考え方に立てるかどうか、それを立てるかどうかということを政府が判断するにあたって一番重要なのは国民感情がそれについていくかどうかという問題でありますが、その国民感情をどういうふうにしてそういうふうに持っていくかということを考えるのは政府の役割であり、また世論を指導するジャーナリズムの役割だろうと一般論として申し上げているんですよ、というふうに私は考えております。よろしいでしょうか。その他に、はい、杉田さん。共同通信の杉田でございます。よろしくお願いします。国際司法裁判所の管轄のことかどうか分からないんですけど、私が最近ちょっと非常に大きなクエスチョンマークを持っているのは、アメリカのですね、そのいろんな制裁の政策の中で、いわゆる域外適用というものを、うん、特に今のトランプ政権になって、あるいはその前のオバマ政権から非常に拡大してですね、うん、適用して、で今問題になっていますのは、それはイランに対する制裁で、うん、日本企業がイランから原油を買うと、これは日本とイランのとのまさに二国間の関係でアメリカは関係ないわけですけれども、それに対して、ドルでの決済とか、あるいはいろんなまあ、アメリカの国内法を、引用して、そしてそれを日本企業がもしそういうことをするならば、その企業を、制裁の対象にすると、いうように今彼らは言って、実際ヨーロッパの企業、他の企業でそういう制裁対象になっている、ところが多いわけですけれども、こういったまあ言うならアメリカの、まあ、一方的な行動によるところの、経済制裁の、まあ、いわゆるアメリカ国内内法を域外に適用する、こういった流れに対して何かその、国際法あるいは国際司法裁判所等でですね、これをもしどんどん認めていれば、まさにこう非常にこうこれまでの国家主権、というかそういう基本的なものが崩れていくと、そういう議論というのは何か起きているのでしょうか。あるいは、まあ、大使ご自身のお伺いでも結構なんですけど、伺えればと思います。今杉田さんのご質問については2つ私お答えしたいと思うんですが、1つはですね、私は新聞読んでるだけですから正確なことを知りませんし、あるいは私が間違ってるのかもしれませんが、私の理解ではアメリカがイラン制裁として諸外国に対してイランの石油を買うなということを言ってるのは、これは政策的な問題として言ってるのであって、アメリカの国内法を法的な意味で域外適用して、域外適用があるからそれをすることはアメリカの法律で禁じられているということを言ってるわけではないんだろうと思うんですね。それはということはもう少し具体的に言えば、もしそれに違反したらアメリカの国内裁判所に訴えられたら、日本なら日本が敗訴すると、それを守らなかった場合というような形で適しているのではなくて、むしろ政治的なプレッシャーとしてそれを守れと、俺はこれだけ一生懸命やってるんだから、アメリカに同調すべき、ヨーロッパや日本はそれに同調すべきであるということを政治的な要求として要求しているんであって、それがだからいいと言ってるわけではありませんが、それはむしろ範疇として言えば国内法の域外適用の問題として言ってるのではなくて、
いわば内政干渉に当たるような政治的な圧力を加えているというカテゴリーに属する話だと思うんです。だからといっていいと言ってるわけではありませんで、その政治的な圧力としての内政干渉、不干渉原則違反というものは、それはもしその干渉された国が不快に思い、かつそれなら守るの嫌だというなら、それは問題にすることは十分できるわけですが、国内法の域外適用という問題そのものとはちょっと違うんではないかという気がします。それが第一点。第二点として、それじゃあ内政不干渉としてならどうなのかということになってくると、法的なアメリカの法律の域外適用というのはアメリカ過去においてもしばしばそれを試みたわけで、一番あれなのは不公正競争の域外適用の問題で、アメリカで不公正競争の適用対象にしたものがアメリカでやらないでヨーロッパでやったりするのに対して、アメリカの法律がそこにも適用があるんだと言って、外国の企業がヨーロッパにおいてやろうとしていることを不公正競争防止法の適用によって処罰しようとしたという事例があって、これは国際的に非常に非難を受けて、アメリカもそこまで実はやるわけにはいかないということになって、今や法的な意味での国内法の域外適用というのは、一時のアメリカのようにそれを強硬に主張するということはしなくなったというのが私の理解です。ただしこれはトランプ政権が出てくる前の状況ですから、トランプ政権になってそこはどういうふうに変わっているのか私は知りませんけれども。で、ただ政治的な内政不干渉というのは、私が見ていても、これはアメリカはアメリカンファーストだと言って、アメリカファーストを言いたければいくら言ったってそれは構いませんけれども、アメリカファーストというのはあくまでも国際秩序というものを維持するということを前提にしてのアメリカファーストでなければならない。それを無視したアメリカファーストというのはやっぱり内政不干渉の原則に反するのではないだろうかというのは私の個人的な見解であります。しかしそれはそれによって内政に干渉された国が文句を言うべき話であって、誰も言わないのに国際司法者が出ていって、これこれどうだ、お前のやってることは内政不干渉だよというようなことを言う権限が国際司法裁判所にあるかといえば、そんな権限は裁判所には全くありません。ないのみならず、おそらく国際連合も政治的な問題としてすらそういうことについて当事国が問題にすることはできる。当事国はその内政干渉されることによって主権侵害をされるわけですから、それを問題にすることはできるし、それを国際司法裁判所に内政不干渉原則の侵犯による主権侵害だということで訴えることは法的には可能だと思いますが、そういうことをやろうという国がなければアメリカの言う通りにみんななっちゃうということになるんだろうと思います。法的にはそれが国際秩序の点からいいことか悪いことかというのは全く別問題であって、私個人の意見をここで述べる必要はないと思いますが、今申し上げていることから分かる通り、私はこれは非常に嘆かわしい状況だと思いますが、日本も含めてどこの国も何も文句言わないで黙っているという状況で、しかも企業はそれに従わないと損をするからということで、それに従うというような状況が続いている限りにおいては誰も問題にすることはできないのではないかというふうに思います。だからやっぱりそれに対して何か対応措置を取るとすれば、日本の国内に世論が起きて、そういうものに屈するべきではないという世論が起きてくれば別の話になりますが、それは国民がそういうふうに考えなきゃいけないし、企業が損得を忘れてそんなことに従うわけにはいかないという態度を取らない限り、メキシコの前ナフタの元におけるメキシコと同じようなことになってしまうのではないかという感じが私はいたします。よろしいですか。よろしいですか。それではこれをもちまして、大和田久志大使の会見を終わらせていただきます。どうも本当に今日は少し時間をオーバーして、お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。